下敦です。私ね、非常に気に入ってるチューナーがありまして、こちらのこれね、島村楽器さんの王さんがガットギターをね買った時におまけでつけてくれたのかな。とてもね気に入ってるんですよ。ありがとうございますね、王さん。これね、何がいいかっていうと、ちょっとエレキギターには合わないんですけど、これバイブレーションモードとマイクモードとありまして、絶対音がうーんってやった時にマイクで拾うわけですよ。そうするとね、自分の発声のピッチの練習になるんです。で、一般的にはね、ポリチューンでいうところのストロボモードとストロボモードとは何モードっていうのかな、もう一つは同じだと思うんですけど、マイクモードっていうのは、ポリチューンでいうストロボモード、まあ、細かく何セント単位で刻むんですけど、こちらのね、バイブレーションモードでね使うとね、これ私愛用しているヤマハのG150D1970年製なんですかね。これね、とってもね、アコースティック系の時はもしかしたらこっちのスーパータイトの方がいいのかなって思ったりするんですよね。いいんですけど、マイクモードで使っても、バイブレーションモードで使ってもね、音のピッチに、ね、変化が起こりにくいんですよ。今はバイブレーションモードなんですけどね、マイクモードにしてマイクモードで拾ってもね、どっちで拾ってもそんなにこう誤差が出ないんですよね。まあ、当然ポリチューン社のものは一番何がいいかっていうと、要するにポリフォニック和音ですよね。和音でジャララーンって弾いた時に6弦全部のピッチがいっぺんに分かるんです。これね、すごい実際の現場でね使った時に素晴らしい機能になってます。ジャラーンって弾けば一気にこう全部のね各弦のピッチが分かるんですけど、これ単音で弾いた時の精度と、あとまあ曖昧さで考えるとね、とてもいいアイテムだと思います。こちらね、スーパータイド、やっぱりね、メインにお付き合いさせていただいているのが黒沢楽器さんとね、あと島村楽器さんなんですけどね、やっぱどちらも得意不得意あると思うんですけどね、やっぱりガットギターに関してはね、島村楽器さんにすごく信頼を置いてます。ね、私の時間にも合わせてすごく丁寧にかつ慎重にね、
件張り替えてくださいますし、うん、まあ私に対してこう、じゃあこういうふうにこういう感じで、最近 D がねちょっとビビるんだよねって話をすると、じゃあちょっとこういうふうにしてみましょうかっていう、こう全体のプランニングみたいなのがねすごく彼はしてくれるんで、とてもね音楽を愛してると思います。だからね、とても任せてね、信頼が置けますし、楽器の扱いが丁寧ですね。うん、やっぱりクラシックから来た方で、音楽大学を卒業されていて、楽器っていうものはもそもそもどういうふうに扱ったらいいかっていうことをね、よく言う熟知されてる方だと思います。なんでね、私ね、いつもごめんなさいね、話が長くなってね、王さんとね話してるとね、ああそうか、そういうふうにものを考えればいいのかとかね、自分の得意なとこ不得意なとこっていうのが、ね、よくわかるんですよ。だね、これからも長いお付き合いになると思いますけど、本当によろしくお願いしますね。これね、昨日ね壊れちゃったかなと思ったんですけど、電池入れ替えたらちゃんと動きましたんで、また大事に使いたいと思います。それでは、ギタリストの竹下敦でした。決め、音楽が楽しいですよ。エンジョイしましょうね。それではまた。